やば、寝てた。じゃあ帰っとけばいいじゃん。無視無視。あ、はい。オフが休みみたいに思ってるの笑いますけど、はい。しませんよ、明日は。けど、掃除と洗濯、私の当番だし、ご飯買い出しに行くの重いから付き合うし。とか言ってたらすぐ夕飯だし、さすがに月曜の台本と記事のチェックとかやるじゃないですか。
心してる。大丈夫です、大丈夫ですって。大丈夫、寝てただけで。もうスマホがなんか多分ガッてなって発信しちゃっただけですよ、そんなの。多分もうそろそろ着くのかなって感じだし、次現場割とすぐなのでご飯食べる時間できてラッキーです。やばい、何系あります？より微妙すっくな。パッケージおしゃれなだけのやつじゃん。パン食べたいな。
こんなの買ってくるならもっと早く迎え来てくれたらよかったじゃないですか。収録巻いたからお弁当もらって食べちゃったんですよね。しかもサラダか。サラダだったんですよ、もらったの。めっちゃめちゃ人気店のやつで、スムージーもついてて。スムージーもかぶってる。私が悪いみたいな。ですね。無駄になるのでお願いします。あ、でもパンくらいは。置いときます。それだけですね。来なきゃいけないって誰も言ってないですけど。はい。じゃあ、お疲れ様です。送迎もどうもでした。
ポン酢。ポン酢切れて。靴とか靴下、濡れたんじゃないですって聞いてます。だから、それ脱いでくださいって言ってます。そんなので車乗ったり買い物ついてきたりとか絶対ありえないじゃないですか。ズボンとかまでは洗わないので。早く入ってください、玄関。Thank you.